一緒に出かけようって。遠慮いたしますわ。話、何か大事なお話ですの？なんだか聞くのが怖いですわね。私、忙しいんですの。申し訳ありません。それでは、私は失礼いたしますわ。おどきください、タクトさん。部屋に戻れませんわ。全くありませんわ。ずるいのはどっちですの？タクトさん、一つ聞いてもよろしいですか？タクトさんは、私のことお好きですか？あ、タクトさん、こちらにいらっしゃったのですね。千歳さん。例のメッセージの件なのですが、お取り込み中のようですので、後ほど。やはり、答えられませんのね。よくわかりましたわ。私にはお気遣い無用ですわ。では、私はこれで。ごきげんよう、タクトさん、千歳さん。あの、すみません、私。はい、わかりました。あの、私、お邪魔をしてしまったのでは？え？やはりミント先輩、怒っていらっしゃるのですね。正体不明のメッセージのことなんですが、信号のコード変換や波形補正などの処理を行った結果、データ自体の解析はほぼ完了しました。た
ただ、どうしても一部の単語が解読できなくて、内容をつかむまでには至っていません。このメッセージはエデンの子らに向けた呼びかけのようなものらしいです。例えば使命を果たせとか、我らに残された時は少ないといった言葉がありました。おそらく私たちのことを指すのではないでしょうか。トランスバール公国はエデン文明の崩壊後にその文明圏の中から生まれた国家です。つまり私たちはエデン文明の子孫のようなものですから。しかし重要と思われる単語のいくつかがまだわからなくて、率直に申し上げてこれ以上の解読は難しいと思います。せめてこの時代の言葉の手がかりになる何かサンプルのようなものでもあれば。ですよね。ここにサンプルが？ですが、それらの遺物に残された文字や音声とあのメッセージを比較していけば、立ちますとも、これでメッセージが解読できるかもしれません。ありがとうございます、タクトさん。では、ここにあるサンプルをお借りしていきます。はい、それでは。ミント先輩のことが気になって、私のせいなのですよね。すみません。やはりミント先輩は怒っていらっしゃるのですよね。私なりにミント先輩がどうしたら怒りを収めてくださるか考えてみたんです。贈り物をするのはどうでしょう。心を込めた贈り物でタクトさんの誠意を伝えるんです。そうでしょうか。たとえ中身が分かったとしても、
贈り物は嬉しいものだと思います。私のふるさとでは折に触れて贈り物を贈り合う習慣があるんです。お中元やお歳暮というのですが。中身は大体決まっているので、開ける時の楽しみはほとんどありません。ですが、それでも贈り物というのは嬉しいものなのです。中身が問題ではない。贈り主の感謝の気持ちが伝わるから嬉しいのだ。そう私の祖父は言っていました。ですから、ミント先輩と仲直りしたいという気持ちが伝わるものを送ればいいと思います。その中身が分かっていたとしても、きっとミント先輩、喜ばれると思いますよ。それに、その、私はよくわからないのですが、好きな殿方からもらうものは何でも嬉しいと聞いたことがあります。絶対にそうですよ。タクトさんの送ったものならきっとミント先輩も喜びます。偉そうなことを。差してかましいとは思うのですが、私にも協力させてはもらえませんか。元はといえば私の不注意から始まったことですし。はい、喜んで。休憩時間ですので、メッセージの解読にかかろうと思っていたのですが、それはその後でも大丈夫ですし。いえ、私も責任を感じているので、せめてこれぐらいはさせてください。はい、頑張ります。クリネアはレオ星系の中でも外れにあります。ここより先にはこれほどの規模のステーションはありません。そのため物流の要所となっているのです。タクトさん、どんなものを送るつもりなのですか？難しいですね。私はミント先輩とお会いして日が浅いので、ミント先輩らしいものというのがどんなものなのか分かりませんし。とにかくお店を回って探してみましょう。このショッピングモールの地図です。お店を回りながら
気になるものの品名と値段をメモしていくんです。すぐに買ってしまわず、いろいろなお店を見て比較検討するのがポイントです。いえ、みんなやっていることですよ。タクトさん、ショッピングを甘く見てはいけません。ショッピングとは売り手と買い手の真剣勝負。妥協した人間は相応のものしか手に入れられないのです。まずは雑貨から見ていきましょう。こちらにあるのは腕時計ですね。どうですか、タクトさん。可愛いと思うのですが。ブランド物は避けた方が良いのですか？どうしてもミント先輩に驚いてほしいのですね。そういうことです。このお店には特に気になる品はなしとメモして。タクトさん、待ってください。ぬいぐるみなんてどうでしょう。可愛いのがいっぱいありますよ。ほら、このクマなどいかがでしょう。ふかふかで気持ちいいです。え、特大の何ですか？ではメモを。クマかわいい、でもダメと。いえ、そういうわけでは。じゃあね、クマさん。あ、いえ、失礼しました。こっちのお店は宝飾品などがあるようですね。このお店もなしだ。タクトさん、そこはダメです。ランジェリーショップです。さて、次のお店は。はい？まだたったの14件です。あと11件は見て回る予定です。すべて見た後にメモした商品を検討して、気になるお店にもう一度行く予定なのですが、まだ一つもメモした商品がないのですよね。困りました。
自分の買い物でなくてもあれこれ見て回るのは楽しいものですから。ミント先輩のためです。頑張りましょう。ミント先輩が好きなもの、ミント先輩にあげたいもの、もう一度シンプルに考えてみてください。さあ、休憩はこれくらいにして次のお店に参りましょう。ここはコスメショップですね。こんな時のために私がご一緒してるんです。ここは香水のコーナーですね。まあ、いえ、失礼しました。男の方の感想というのはそういうものになりますよね。私にとって鼻が変になりそうという意見はとても新鮮だったもので。ちなみにせめて匂いではなくて香りとおっしゃってくださると。そういえばミント先輩は香水を使っていらっしゃるのでしょうか。そうですね、無難なところとしてはマニキュアなどがありますね。あとは口紅ですか。では何色か試してみましょう。唇にはつけません。口紅はこうやって手の甲に塗るんです。口紅自体の色と塗った時の色は微妙に違って見えるんです。ですからこうして塗ってみるんですよ。それと肌との色合いを見るという意味もあります。これはフローラルピンクという色だそうです。お決まりになりましたか？タクトさん、ここはとりあえずメモしておいて他と比較検討してから。そうおっしゃるなら、とても気に入られたのですね。よかった。フローラルピンクでございますね。そうですね。その色より、今シーズンの新色の方がよろしいと思いますよ。ネイキッドバーミリオなど、特におすすめです。しかし、そちらの方の白い肌なら絶対にネイキッドバーミリオの方が映えますよ。え？違うんです。
私がつけるのではなくて。彼氏なら彼女には綺麗であってほしいでしょう。でしたらこちらの新色で決まりです。私は彼女じゃありません。本当によろしいので？お客様がそこまでおっしゃるのでしたら仕方がありません。でも新色の方がいいと思いますよ。お役に立てて何よりです。ですが、そろそろ時間が。急いで帰らないといけませんね。いえ、いいんです。私が望んだことですから、構いません。それに、私自身もショッピングを楽しめましたし。それより、急いで戻りましょう。タクトさんも、早くミント先輩に渡したいんじゃありませんか？連絡します。エルシオールはただいま機動ステーションクリネアを出港しました。この後エルシオールはクロノドライブに移行。ドライブアウトは1時間後の予定です。タクトさん、そのままミント先輩に私に行かれてはいかがですか？クロノドライブ中でしたら襲撃の心配はありませんし。何も緊張することはありませんよ。タクトさんの気持ち、きっとミント先輩に伝わります。タクトさん？一体どうなさったんです？そんなに慌てて。あ、これは。これ？タクトさん、ほら。そうですか。やはりそういうことでしたのね。お二人は、やはりお付き合いをされていたのですね。あの、ミント先輩？さようなら。行ってしまいました。ミント先輩、泣いているようでした。待ってください。タクトさん、ケイラ先生がお話があるそうです。
聞いてください。ミントさんに関するお話です。ついてきてください。